私はエウロペです。ごきげんよう。ああ、そうね、なんだったかしら。ライデン。そうね、ライデン。ライデンのクラスにて限界いたしも。はい、なに、タロス。お？違う？ライデンじゃなくて、ライダー？まあ。5分。改めて、ライダークラスにて限界した、エウロペよ。主神ゼウスの妃の一人です。どうかよろしく、カルデアのマスターさん。いらっしゃいよ、かわいい子。あの方の愛、あの方からの贈り物。私を守る聖堂のおまけ。スピリチュータイロー。出かけましょうか。お散歩はいいわ。大好き。マスターとサーバント？そういうの、私よくわからなくて。ごめんなさいね。ああ、マスター。今日もいい子ね。ほら、いい子、いい子。いい子は頭を撫でてあげましょう。まあ、アルテミス。あの方の娘なのだから、私の娘も同然です。いい子、いい子。え？オリオン殿も一緒なの？まあ、あなた、アステリオス。ミノスの子なのね。それなら、私のことは、おばあちゃまと呼びなさいな。血のつながりは、ない？いいえ、そんなのどうでもいいわ。ほら、おいで。おいで。ああ、よしよし、いい子ね。ぎゅっとしてあげます。オリオン殿？あらまあ。私の娘の婿なら、私の息子も当然ね。アポロン様の子なのだから、あなたは私の孫です。さあ、ハグしましょう。さあ。エウロペの大地、ヨーロッパ大陸に生まれた子は、すべてすべて、私の末です。いい子、いい子。ヨーロッパ以外の地域に生まれた子たち？それは、ええ、私の末のお友達のようなもの。おいでなさい。みんないい子ね。かわいい！まあまあまあ、なんてことでしょう。こんなに愛らしい英霊だなんて。ああ、もう、ぎゅー。あ、飴だけじゃ全然足りないわ。厨房を借ります。美味しいものをたくさん作ってあげましょうね。あら、あらまあ、姿が変わるのね。楽しいです。姿が変わってはいないけれど、霊気が何か変わった感じがします。面白いのね。
あの姿、あの方の背に乗って大地を、今で言うヨーロッパ中を駆け抜けた時のものです。こういう風になるのね。よくぞここまで私の霊気を育ててくれました。お礼をしないといけないわ。そうですね、飴はあげるとして。あなたに直接聞いた方がいいわね。今時の子は何が嬉しいのかしら。好きなもの？ええ、日向ぼっこは好きね。お昼寝も好き。お散歩も好き。そうね、私、好きなものがたくさんあるから、このまま話すと日が暮れてしまうかも。嫌いなもの？そうね。いいえ、やめておきます。口にすると本当のことになってしまいそうだから。聖杯？そうね。タルスに使ってあげたら、もっともっと強くなってくれるかしら。いいえ、冗談です。タルスは十分強いもの。聖杯、私には不要なものね。なに？私のこと？他の英霊よりも、なんだかおっとり、のんびりしている？あら、そう。いいえ。ええ、そうかもしれません。私は王ではなく、兵士でも、戦士でもなく、戦う英霊ではないのでしょうね。くぅ。ああ、ごめんなさい。眠っていました。なんだか今日は心地が良くて。あなたもこちらへいらっしゃい。甘い飴をあげましょう。おう、それとも、櫛で髪をすいてあげましょうか。あなたはもう気づいていますね。私自身は戦えないの。タロスとタウロスがいなければ、私は、あなたの盾ぐらいにしかなれないわ。お？ええ、盾にはなれますとも。ほら、サーヴァントというのは、普通の人間よりも頑丈だから。出身、ゼウス様の愛を受けた女が、私です。英霊となって後にも、こうしてあの方は加護をくださるの。ね、これが一体どういうことなのか、あなたにはわかる？私はわかるわ。守りなさい。守ってやりなさい。と、あの方はおっしゃっているの。あなたのことをね。反人類史は今、大変な危機にあります。それをあの方、ゼウス様もわかっておいでです。神霊となり、神代のようなあり方ではなくなった今も、あなたたちのことを案じていらっしゃる。そう、あなた。もちろん、魔主のこともね。なぜって？それはね、
私たちにとって、あなたたちは、遠い遠い孫のようなものなのです。だから飴をあげたくなるし、頭を撫でたくなるし、髪をすいてあげたくもなる。ほら、いらっしゃいな。エウロペおばあちゃまが、膝枕をしてあげましょう。これから何が始まるの？こう…どうどう張り切って参りましょう。むにゃむにゃ…お？なに？ゼウス様、ゼウス様、さあ、頑張りましょうね。はーい。はい？何です？ああ、タロスですね。はい。タロス、タロス、いますか？出番ですよ、タロス。えい、えい、どう？ふふふふ。ゴー、ゴー。参ります。タロース、イーコール。えいや、イーコールですよ。さあ、おいでなさい。私を守る聖堂の体。燃えたぎる血、焼き尽くす熱のお前。スフィリトゥーターロー。お見事。ああ、あれれ？おしまいかしら。皆さん、お疲れ様でした。みんないい子いい子。飴、食べる？むにゃむにゃ。ゼウス様。ヘラ様、どうされましたか？